カリブ海から来たフランス人のジョアンです。日本人に対してグリーズマンとデンベレが差別発言を言うことについて話したいと思います。まずその背景を紹介したいと思います。そしてジョアンはフランス人として、黒人として何と思うかをみんなに教えたいと思います。2019年にデンベレとグリーズマンは日本のホテルで時間を過ごしてたんですけど、彼らは PES で遊んでましたが、テレビとか Xbox とか何か機械が効かなくなって、日本人のスタッフを呼んでいました。で、日本人のスタッフがテレビを修理ながら、デンベレはビデオを撮って、いろいろなバカなことを言っちゃいました。で、そのバカなことを言いながら、グリーズマンはそのデンベレのそばにいたんですけれども、ずっと笑ってました。そのビデオは公開されました。で、日本人、そして他の国の人たちは、これはアジア人に対して差別じゃないですかっていうふうに言って、グリーズマンとデンベレっていうフランス人の選手は、あ、やばいなことしちゃったと思って、SNS でこんなふうに謝りました。まずデンベレのメッセージなんですけれども、Bonjour à tous, ces derniers temps,Une vidéo privée datant de 2019 circulait sur les réseaux. Il se trouve que la scène se passe au Japon. Elle aurait pu se dérouler n'importe où sur la planète, j'aurais utilisé les mêmes expressions. Je ne visais donc aucune communauté. Il m'arrive d'utiliser ce genre d'expression en privé avec des amis, et ce, peu importe leur origine. Cette vidéo est désormais publique, je conçois donc qu'elle ait pu heurter les personnes présentes sur ces images. De ce fait,Je leur présente mes sincères excuses, Ousmane Dembélé. Griezmann もこんなふうに謝りました。Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours, certaines personnes veulent me faire passer pour l'homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j'ai pu offenser mes amis japonais. みんなの前に SNS で謝りましたが、Konamiっていう日本の会社がグリーズマンと契約してたんですけれども、そのビデオの影響でグリーズマンは差別してるなぁと思っていたら、その契約をキャンセルしました。このビデオが出た時にみんなは、え、グリーズマンとデンベレ人差別してるんじゃないかと言ったら、僕は本当に信じらなかった。信じれないなぁと思ってたんですけれども、その人たちはバルセロナっていうサッカークラブでサッカーをやってますね。だから、国際的なクラブで入ってるのに、いろいろな違う国の人と会ってるのに、グリーズマンとデンベレは人差別をするわけではないっていうふうに考えてました。でも、その話はもっと公開されていて、このビデオ見よっかっていうふうに思いましたね。で、このビデオを見たら、やっぱり、うん、まあまあまあ、やっぱり悪いだと思いました。で、感じ的にこのビデオを見たら、なんか、憎しみとか、アジア人が大嫌いなっていう感じはしません。ただ、デンベレは、グリーズマンを笑わせようとしていたので、段階を超えて、差別発言をするまでに、バカなことを言っちゃいました。だから、みんなの気持ちわかります。100%、デンベレとグリーズマンは悪いでした。悪い言葉でした。悪い行動でした。だからそのビデオは公開にされて、みんなが反応してくれて、彼らは非難されることはいいことだと思います。他の人たちは、これはアジア人に対して、まあいいよ、そんなことを言っちゃ大丈夫だよ、と思う人へ、これは警告だと思います。そんなことをさせないようにみんなが反応して、それは本当にいいことです。だから、ジョンはそれだけと賛成してます。賛成していないのは、ツイッターで調べたらみんなどんな風に思うのかなって思ったら、調べたら、最初のツイートなんですけれども、デンベレ、死ね。え?どういうことと思いました。で、もっと調べたら、黒人差別はしないけど、デンベレ差別はする。それは 100% 賛成しないです。最初のツイートなんですけれども、デンベレとかグリーズマンが死んでも、そのアジアに対しての差別は何も変わらないですよ。その問題はまだありますよ。だからみんながアジア人に対して差別をしないように、こんな風にそういう問題を公開されて、そしてこれはダメです。これはいいことじゃないです。そう言ったら、少しずつその差別はなくなると思います。
あと二つ目のツイートなんですけれども、自分が大嫌いことをしないようにならないようにを注意しましょう。で、ツイートした人の気持ちをわかりますね。その悔しい思い、その怒っている思いをシェアしようとしてたんですけれども、ジョアンが思うのは、されたいことを人をしないんです。ということで、ジョアンは黒人として差別されたくないです。ということで、他の人たち、アメリカ人、フランス人、中国人、日本人に対して差別はしません。だから、どんな起こっても、どんな状況でも、自分が大嫌いことをしないようにならないようにを頑張りましょう。注意しましょう。それだけみんなに言いたかったです。最後まで見てくれた人、ありがとうございます。